Werner Herdkorn, U-Boots-Obermat auf U-746, jetzt Verwaltungsangestellter. Hans Zwindeck, früher 3501, jetzt Kraftfahrzeugverkäufer. Werner Kastlis, Maschinenobermat auf U-5561, jetzt Klempnermeister. Franz Schreiber, Maschinenmat auf U-369, jetzt Kfz-Mechaniker. U-Boot とは海の下の船という意味である。しかし二度の世界大戦を通じて U-Boot といえばドイツの潜水艦の別名であった。ドイツの近代にとってこの25年ほど平和が長続きした時代はない。西ドイツキール湾メルテンオルトの浜辺に巨大な塔が立っている。ドイツ潜水艦通称 U ボートの戦死者の慰霊碑である。U ボートの戦死者は第一次大戦211隻、4744人、第二次大戦736隻、27435人に上る。例えば U-229 から U-235 までは全部撃沈されている。ただ一隻 U-234 だけが運よく生き残った。これは連合軍の空襲に備えて偽装を施したただ一枚の U-234 の写真である。 U-234 は昭和20年春ドイツから日本に向かった最後の船であった。艦長海軍大尉ヨハン・ハインリッヒ・フェーラー以下乗員72名、便乗者空軍大将ケスラー以下13名、オットー・ディスラー兵曹が25年間秘めていた乗船名簿、その大部分の人は今も健在である。その中に日本人友永庄司の名が見える。だがこの二人は戦死した。東京杉並区高円、25年前この辺も焼け野ヶ原であった。 U-234 に乗り組んだ2人の日本人の1人の遺族がここに住んでいる。故海軍技術大佐庄司源三、庄司和子さん57歳、夫が戦死した時は32歳であった。当時8歳と6歳の2人の男の子を抱えていた。これ子供たちのに当てたので、これは割合と長いもんですけど、これは私宛の。茶色の封筒の中に白い封筒があり、遺書は薄手の便箋で夫人には2枚しかないが、
子供たちには5枚びっしりと書かれている。そして最後になぜか参考までにお父さんが対応中比較的長く住んでいた住所を書いておく。もしお前たちが要項する機会があったら訪ねてみよというただし書きで、イタリアの住所が2つ、スウェーデンの住所が1つ記されている。その3番目の住所はスウェーデンストックホルムリンネ街10番地であった。遺書は昭和20年1月31日この町の下宿で書かれ、2月22日個人がベルリンへ出発する日、日本大使館に預けたものと推定される。これが遺書の書き出しの部分である。日本の潜水艦が大西洋のドイツ軍基地に入港したニュースは第二次大戦中華々しく宣伝された。しかし当時日本とドイツの間の交通は空も地上も遮断され、海をくぐるほか方法がないありさまであった。全日潜水艦隊司令官らが出迎え、乗組員一同の輝かしき業績を心から称えたのであります。この同じニュース映画はドイツでも上映された。An der Atlantikküste. Ein japanisches Unterseeboot läuft einen deutschen Stützpunkt. 華やかな歓迎を受ける日本の水兵たちは、実は赤にまみれ皮膚病にかかり、厳重な連合軍の目をかすめて命からがらたどり着いたのである。ペナンから大西洋のロリアンまで2万8千キロを105日もかかっている。しかも不幸なことに帰り道シンガポールの沖で沈没した。その任務は戦うことではなくて、機密兵器や戦略物資をこっそり運ぶことである。ドイツからは20隻以上の U ボートがペナンやシンガポールに入港し、日本からも全部で5隻の潜水艦がヨーロッパに向かった。しかし日本本土に無事帰ったのはイ8号潜水艦ただ1隻である。一般に成功率は 25% と言われていた。敵の目を欺くため昼間は水中に隠れ、時速はわずか 3.7 キロ、夜になると浮かんで水上を走った。乗組員は生野菜がないのでビタミン剤を飲み、炭酸ガスを吐き出さぬよう当直者以外は寝台で寝ているよう命令された。100日間の航海中、風呂は1回もなく、1日15分ずつ太陽灯をかけたが、結核患者がかなり発生した。赤道付近では艦内は蒸し風呂のようになり、希望峰の南1100キロを迂回したので、流氷原では冷蔵庫に変わった。ベルリン
ティアーガルテンのほとりに今も残る元日本大使館、総大理石の豪華なビルもベルリンの市街戦で荒れ果て、戦後はずっと無人の館である。日本大使館付き武官小島秀夫海軍少将は昭和19年の暮れ、 Uボートで東京のドイツ大使館付き武官として赴任するケスラー空軍大将に、2人の日本士官を一緒に帰国させてほしいと頼んだ。小島秀夫氏も昭和18年の暮れ、ドイツへ E29 号潜水艦で赴任した人である。ケスラー空軍大将は、ドイツはもう見込みがないから、ドイツの持っているあらゆる空軍のいい技術を自分が持って日本へ行って、少しでも日本のお役に立てば日独共同作戦の目的を達せると思うと、非常にいい話をしてくれた。私もそれは嬉しかった。そこで私の方から、実は日本海軍が2人の海軍士官を至急返せと言っておるの、しかし私としては、途中危険があると、しかし、ケスラー空軍大将が行かれるならば、これはドイツ海軍としてもいい潜水艦でいい艦長で行動も気をつけてくれるだろうから、まあ、無事につけるだろうと、ここに望みを属して私はケスラーに頼んだが、ケスラーも快くそれを承諾してくれて、それで2人はケスラーの一行と一緒に日本に行くことに決めた。南ドイツアルプスに近いウーラッハの町、76歳のケスラー元大将は良心な夫人と共に5年前からこの町で暮らしている。どちらも若い頃日本を訪れたことがある。戦後占領軍の通訳として働き、その後南米のウルガイに渡って貿易事業に携わったが失敗した。故郷は東ドイツなので財産はない。しかしかつては44歳で大将に進級、ドイツ空軍で最も若い将軍であった。Ich persönlich war von, war immer der Überzeugung, dass mit der Anbordnahme der beiden japanischen Seeoffiziere wir gleichzeitig die Verpflichtung hatten, die nun sicher, wenn nicht nach Japan oder nach den Holländisch-Indien, so doch zumindest in irgendeinen neutralen Hafen zu bringen. Das waren wir meiner Ansicht nach den beiden uns lange Jahre verbündeten Kameraden schuldig.庄司源蔵42歳、ジェットエンジン研究のためヨーロッパに5年半滞在、2人の息子の父であった。友永秀夫36歳、潜水艦設計の権威で昭和18年、 U180 に乗りドイツへ赴いた、2人の娘の父であった。特攻隊員が毎日死んでゆく時代に、この二人は生きて帰るよう命ぜられていた。当時ドイツ空軍は MA163 ロケット機と MA262 ターボジェット機を開発し、世界で初めて実戦に使っていた。 B29 に苦しめられた日本はこの技術を譲り受けたが、その技術情報を運ぶ潜水艦はほとんど撃沈されていた。日本海軍は2人の命よりもむしろ彼らが運ぶ新兵器の完全な図面を待ちわびていた。キールからスカゲラック海峡を目指す現代の U ボートである。
U-234 は昭和20年3月24日庄司友永漁師を乗せ同じ航路を日本へ向かった。かつてドイツ最大の軍港であったキールは今では半ば商業港である。ここは横須賀などと違いアメリカの基地はない。しかしドイツ海軍は北大西洋条約軍に編入されている。キールの水兵たちは第一次世界大戦の末期出航命令を拒否して革命を起こした。それが戦争をやめカイゼルを倒すきっかけになった。当時からドイツ海軍は U ボートに力を入れていた。今も同様である。しかし第二次大戦中1160隻もいた U ボートは今では350トン型が11隻で日本の海上自衛隊とほぼ同じ数である。現在西ドイツ軍の半分は徴兵制で青年は1年半の義務兵役がある。そしてキールの艦隊は毎週火曜から金曜までバルチック海で演習をやっている。青年たちの間では義務兵役は戦前に比べて甚だ評判が悪い。U-234 の72人の乗組員の一人はキール市内で働いていた。その人物が当時の乗船名簿を持っていたのである。元一等機関兵曹オットー・ディスラー氏52歳である。 U-234 では電動機を担当し副員後冷凍技師になった。 Wie ich mich erinnere, hatten wir vom Auslaufen aus Kiel nach Kristiansand gutes Wetter.Selbstverständlich war die Stimmung an Bord mit gemischten Gefühlen. Und man, wenn man bedenkt, diese weite Reise und die Trennung von der Familie. Wie wir rausfuhren, wussten wir ja auch nicht, ob wir wieder zurück nach Deutschland kommen. Herr Fregattenkapitän Tomonaga fuhr mit mir auf eine Wache. Wir beide...Herr Tomonaga fuhr die Frischwassererzeugungsanlage. Ich selber war E-Mat und hatte die elektrischen Anlagen an Bord zu betreuen. Kiel 運河を下っていくとクックスハーフェンの町がある。この町の水道ガス事業局長ベルナー・バッハマン氏は U-234 の電信係兵曹長であった。後にドイツ敗戦全軍降伏せよの無電を彼が受信するのである。 Ja, ich erinnere mich sehr genau an diesen Tag. Es war der 24. März 1945. Es war ein regnerischer, ein verhangener Tag und wir verließen gegen Abend den Hafen Kiel. Zu dem Zeitpunkt, als wir Kiel verließen, waren wir eigentlich noch ziemlich sicher, dass wir Japan erreichen würden.バッハマン氏が保存していた U-234 の艦長フェーラー大尉の写真。彼は商船学校出身の士官であった。西ドイツには戦時中の U ボートが2隻残っている。その1隻 U-995 はキール海軍工廠の桟橋につながれている。この船は戦後ノルウェー海軍に接収されカウラと呼ばれていたが最近返還された。船体はかなり傷んでおり修理の後記念艦として陸上に展示される予定である。
U-234 は U-995 のほぼ2倍、2000トン級の機雷敷設用潜水艦であった。日本までの燃料と1年半分の食料のほか、メッサーシュミットのジェットエンジン、大量の水銀とウラニウム、タングステンを積んでいた。そのため前半分が沈みすぎて釣り合いが取りにくくなっていた。出航後は電池がショートしたり、モーターが焼けたり、シュノーケル装置が働かず、排気ガスが充満するなどの事故が相次いだ。積んであるバレー所が水浸しになり、それが腐って排水ポンプが動かなくなるという信じられないような事故さえ起こった。U-234 は中甲板の下に蓄電池室があり、その隣に英雄の穴蔵と呼ばれる一室があった。二人の日本人を含む8人が4つの2段ベッドで生活した。半数が当直に立つ時、残り4人が眠っていた。庄司、友永両氏も当直に着いた。 Wir fuhren ja nachts mit Schnorchel. Bei ruhiger See war das sehr schön. Bei bewegter See schloss sich der Schnorchel, wenn die See ankam, und das dauerte bisweilen längere Zeit. Und dann wurde die Luft aus dem Submarin, aus dem Boot gesaugt, aus dem Innern, und das vergiftete einmal die Atmosphäre, und zum anderen war es so, als wenn zwei Teufel einem an den Ohren, an den Trommelfellen zogen. Und dann, wenn die Luft durch den Schnorchel wieder reinstürzte, dann wurden einem die Trommelfelle wieder in den Kopf zurückgedrückt. シュノーケルは潜航したまま外の空気を取り入れる装置で、これにより浮かぶことなく長い航海が続けられる。しかし電気を節約するため内部は暗く暖房はなく0度に近い寒さであった。爆雷攻撃に悩まされ安全限度を超す260メートル近く潜ったことがあるという。敵に音を聞かれないため大きな声を出すことも禁じられた。当時ソビエト軍はベルリンに迫り、連合軍はライン川を渡り、乗組員の家族の安否が気遣われた。U-234 はキールから北に向かい、3月へノルウェーのホルテンに入港した。ここで新型のシュノーケル装置の訓練を行った。その時別の U ボートと衝突事故を起こし、燃料タンクに穴が開いた。そこで修理のためクリスチャンサンドに向かった。ノルウェーのクリスチャンサンドは人口5万2000、フィヨルド地帯特有の入り江に臨んでいる。入り江は海岸から10メートル離れると水深が100メートルもあり、ドイツ軍が U ボートの基地として占領した。湾内には造船所があり、 U-234 はここで修理に2週間も手間取った。この遅れが
やがて二人の日本人の運命に影響したのである。造船所には地下運動が組織され、ドイツ側の行動は逐一連合国側に通報されていた。5年にわたる占領で市民の犠牲者も多く、活動家は深い森に潜んで抵抗運動を続けた。ブイゴ・アクセルセン氏はこの町の交番業者である。戦時中彼は地下運動の指導者で、ドイツ戦艦ビスマルクの行動をいち早くイギリス海軍に通報し、これを沈める手助けをした。 The 9th of April the Germans came in here in the morning and the shooting started andabout 20-30 people were killed here before they came ashore. But as we are not used to war, we didn't know anything about it, and they got no resistance. A man, a Norwegian, came back from England, and he organized the underground. And we were quite happy with that, and reported quite a lot of things. All the ships went past here, andthe naval, the German Navy, how they moved, and reported to Great Britain all what we could get hold of. Shōwa 20年4月15日、クリスチャンサンドを出発した U-234 は、流氷の浮かぶ北大西洋の海の中を潜ったまま航海を続けていたが、5月7日デーニッツ総統からとみられる全軍降伏せよの無電を受信した。場所はカナダニューファウンドランド島の東900キロの洋上と推定される。キールを出て1ヶ月、普通ならブラジルの沖に達している頃であった。Ich möchte sagen, dass als die erste Nachricht in der Besatzung bekannt wurde, dass der Krieg zu Ende ist, eine gewisse Depression eingetreten ist. Es hat sich jeder zunächst mit sich selbst beschäftigt und nachher kam es eigentlich zu recht abenteuerlichen Plänen. Es gab einen Teil, der wollte nach Südamerika, es gab auch einen Teil, der wollte auf eine Insel im Pazifischen Ozean in irgendein paradiesisches Leben flüchten, verständlich vielleicht nach den schweren Monaten des Krieges.Und es gab auch einen Teil, der nach Hause wollte. Das war aber ein nicht so großer Teil. Das war die Strömung. Natürlich war die Verhandlung der deutschen Außenministerien ein Problem. Deutschland war erfolgreich, aber Japan führt noch den Krieg mit Amerika. Die beiden Deutschen Uボートを乗っ取っても日本に向かうべき重い任務を帯びている。二人は技術者で、Uボートを破壊する方法もよく知っていた。二人の日本人はもはや危険人物であり、昨日の友が今日の敵になった。詳しい事情を同室者のフォン・ザンドラルト元陸軍大佐に聞いてみよう。彼はブレーメンに住んでいた。Diese Bewachung, die ja nun durchgeführt wurde in diesem engen Raum, in der Form, dass ein Oberleutnant mit einer geladenen Pistole vor der Koje der Japaner saß und sie also auch nur unter Bewachung den Raum verlassen konnten,Da stellte sich bald heraus, dass diese Bewachung, die der Kommandant ja angeordnet hatte, um das Boot und das Leben seiner Leute gegen einen Anschlag zu sichern, auf diese Weise eine Farce war. Denn der Sauerstoffmangel in diesem engen Raum da unten ließ die Schläfrigkeit des Bewachers so stark
werden, dass von einer Bewachung keine Rede mehr war. 破壊活動をしない約束で見張りは解かれた。庄司氏と友永氏は艦長から機密書類を取り返し海に捨てた。最も新しいジェットエンジンやロケットの技術が日本の手に入る望みは消えた。艦長に向かってケスラー大将は中立国へ向かうことを主張し、一時船は南米に向かった。しかし間もなく多くの士官がこれに反対した。デーニッツ総統は電報で東部のドイツ人をアメリカ占領地区に移す代償として U ボートを無傷でアメリカに渡せと命令した。そして最後にフェーラー艦長はアメリカに降伏を決めた。庄司氏と友永氏は降伏を拒否した。日本の軍隊では捕虜になることは最大の恥とされていた。万一捕虜になれば留守家族は非国民と罵られ人前には出られない時代であった。Sie legten sich dann wie üblich in ihre Koje, das sind ja beide sehr schlanke und kleine Personen waren, konnten sie zusammen in der Koje liegen und schliefen ein. Nachdem nun mehrere Stunden, 5 oder 6 Stunden vergangen waren und sich da nichts mehr tat, sondern sie immer weiter schliefen, kam mir die Sache natürlich nicht mehr normal vor. Ich ging zum Kommandanten und sagte ihm, also da ist was nicht in Ordnung. Nicht wahr? Na, daraufhin wurde der Arzt eingeschaltet und der Arzt ließ ihn aus den Kojen herausnehmen, die tief schlafenden beiden Männer, und untersuchte das Herz und gab ihm dann noch eine Spritze, um das Herz wieder, die Herztätigkeit wieder zu beleben. Aber es war bereits zu spät. Das Gift hatte gewirkt und sie waren nun, starben nun vor unseren Augen, schliefen sie völlig ein mit einem sehr gelösten, man kann beinahe sagen, leichten Lächeln in ihren Zügen. Fehler-Kanchou-Ateno-Isho.我らの遺骸を水槽にせよ。所持品は乗組員に分配せよ。我らの死を速やかに日本に通報せよ。帰還の友情に感謝し、ご一同の幸運を祈る。日付は5月11日である。ドイツ語の遺書は5月15日朝、アメリカ駆逐艦サットン号に押収され、代わりに英文の翻訳が日本に送られた。その洋服だったらもうちょっと短いの着てみる、かわいいから、その洋服でちょっと上げてみさせて、でもしお嫌だったら出しますから。あの1センチぐらいでしょ。そうでもないわよ。庄司和子さんは25年間要塞で暮らしを立てた。すみません、待ってくださいませんか。はい、お母様に叱られるかな。彼女は2人の息子を大学へやり就職させた。庄司源三氏の遺書。お前たちのお父さんは、元信は両親に抱かれて代々木や山谷の駅に電車を見に行きたがっていた頃、また元政は生まれて100日も経たぬ頃の
昭和14年の6月末にお前たちと別れて以来、一度もお前たちと会うことができず永別してしまったので、お前たちが将来大変寂しい思いがすることと思うゆえ、この最後の手紙をお前たちに残しておく。お父さんは明治36年8月27日庄司玄洋を父とし、島を母として山梨県東山梨郡諏訪村に生まれた。お父さんは小さい時から快活で頭の働きが早く、思いやりが深かったから生涯人に可愛がられた。室伏尋常小学校、山梨県立氷川中学校を終えた。中学時代には友達が悪かったので不良少年のような行いもあり、今から考えると一生を誤るような危険なこともあった。家の経済状態が悪くなったので父は師範学校に行けと盛んに勧めたが、お父さんは大学を終えたいという強い希望を持っていたので、みんなには神戸高商を受けると嘘を言い、第六高等学校の理科工を受けた。合格通知を見て皆がびっくりして、一体どうする気かと尋ねられたので、大学は苦学して独力でやると言った。六高では柔道部に入った。お父さんのごとき体の弱い者には六高のごとき猛烈な柔道は無理で、肺病にならなかったのが不思議だった。帝大の入学試験は男と生まれた以上、何か国家に最も有用なことで自分に適するものを選んでやろうと思い、考えた末飛行機工業に決心した。試験は210点満点中195点を取り、その年の東大工学部の入学試験の最高点を取った。帝大1年生の時は家庭教師をしたり兄より応援を受けて過ぎ、2年生になる時海軍の技術学生の試験を受けた。お父さん一人合格となり、月々50円海軍からもらえることとなり助かった。昭和4年に海軍の技術中尉になり、お父さんは昭和13年の暮れまで精魂を傾けて大型爆撃機の設計試作に従事して、技術をもって辰巳としては最も下方の生活をした。昭和7年人の世話でお母さんと結婚した。お父さんは勘の力では人に優れていると自認していたので、お母さんを見て大変性質の良い人だと思って簡単に話を決めてしまった。二人の結婚は極めて簡単であったが、大変清楚な気分がして、後で考えてみても嫌な思いのすることは何も残っていない。結婚してもお父さんは飛行機の設計に夢中になっていて、太陽の下でお母さんの顔を見たのは昭和七年はごく稀であった。こんな味気ない生活にもお母さんは一度も嫌な顔一つしたことがなく、お父さんはお母さんはなんて我慢強い人だろうと感心したことが再々ある。昭和14年欧州の飛行機を研究するためにイタリアへ出張を命ぜられた。その年8月ナポリに着き、まもなく欧州戦争が始まった。Campini Caproni. Questo binomio rappresenta una tappa importante nella storia del volo. これは昭和15年8月28日イタリアで初めて飛んだカンピーニ・カプローニ式ジェット機のフィルムである。 Le frange di fuoco, l'assenza di eliche.当時ミラノローマ間を時速432キロで飛んだ。ジェットエンジンは各国とも極秘のうちに研究を進め、ドイツとイギリスでそれぞれ成功し、イタリアがこれに続いた。
Il 30 novembre 1941 lo stesso De Bernardi eseguiva il primo viaggio con passeggero e posta da Milano a Guidonia, segnando con questa decisiva affermazione l'avvento dell'aereo senza elica e tutte le sue future prodigiose possibilità. その技術を早く日本に伝えないと日本が戦いに苦しむと記している。庄司氏がたびたび足を運んだミラノ市のカプローニ工場跡。広い敷地は軍隊の車庫や団地になって、昔の姿はどこにもなかった。昭和14年9月には長男元彦が急逝した由を異郷で聞いた。元彦はいわゆる親子の縁の薄いことを虫が知らすか、この子のことはお父さんの頭痛の種であり、また最大の愛を彼に傾倒した。その子が死んだので、お父さんは養子した愛児元彦がこの世になすべきであったことを彼の代わりにしてやろうと思い、二人前働く強い決心をした。かわいい元彦を失ったお母さん元信元政は、お父さん早くお帰りなさいと呼ぶ声は始終耳に聞けども、お父さんもまた日本の航空技術を追って立つ身なり。この4階が庄司氏が4年余り住んだ下宿である。当時はイタリア皇帝 G の未亡人バッレ夫人の家であった。訪ねてみると彼女はすでに亡くなり、室内の赤い壁は白く塗り替えられていた。変わらないのはバルコニーだけであった。庄司氏のアルバムそのままに、窓の向こうには今もムッソリーニ政権のチアノ外務大臣の遺族が住んでいる。表に出ると地方選挙が竹縄で、ネオファシストの宣伝カーに出くわした。右翼青年が MSE 党首ジョルジョ・アルミランテの演説会を触れ回っている。安保条約不採。三男の庄司元政、早稲田大学卒業、百科事典の編集部に勤めている。最近父親になったばかりである。北海道苫小牧、次男庄司元信は慶応大学を出て製紙会社に勤めた。今は直営のスーパーマーケットの課長で、二人の男の子がいる。水中一気に引くんだ、バウ負けるなよ、バウがっちりオール掴んで。彼は学生時代からいろいろなスポーツクラブのメンバーである。父の遺書はあまり読みたくない。
読むと辛くなると十回した。あと十本。昭和19年8月6日、5年と4日おりしイタリアを去り、ベルリンに入り、その年11月22日、スウェーデン・ストックホルムの帝国海軍武官室へと転勤を命ぜられた。これでどうやら命を全うし、戦後にはお前たちに会えると思っておったところが、昭和20年1月初め、日本よりお召しの電報を受けた。元朝日新聞欧州特派員江名武雄氏は、庄司源三氏がストックホルムであった最後の日本人である。江名氏は帰国する庄司氏に手紙や写真をことづけ、一夜別れの縁を張った。そういう立場の人にしては極めて、まあ、感じの違うお話ばかりがそこで出まして、まあ例えば、自分が東京大学を出てこういうふうにして、軍人になった、国家関係に進んだというふうな自分の何て言うんですかね、そういった告白でしょうか。あるいはまた関東大震災の時に、ご協力は甲府ですから、そこまで歩いて逃げた時に途中で綺麗なそのご婦人に惚れたというふうな、そういう話までされた。その他まあいろんなことは、まあ25年前のことですから忘れましたけれど、まあそういうふうなことで、非常にしみじみとした感じ。私としてはちょっとこれはやっぱり長野別れというといけないんですけれども、そういう感じ。私自身も日本に帰るとは考えていなかった。日本が負ける、ドイツも負けるということはもうはっきりしておりましたから。お父さんが戦死、お前たちが孤児となっても、お前たちの父もまた他の多くの同胞のお父さんたちと等しく、日本の後継者のため、その先輩として命を捧げたという点を承知してもらいたい。お前たちの時代は大変世の中が変わってしまって、お父さんのお話を聞いても参考になるまいかもしらんが、お前たちの血はお父さんの血であり、したがってお父さんの持っている欠点や長所は、お前たちも多少これを持っているから、お父さんの経験は根本においてはお前たち二人の良い参考になることと思う。昭和20年1月31日、お父さんは刻々とその生の終わる時間が近づきつつあるにもかかわらず、極めて平静にこの手紙の筆を運んでいる。
庄司氏に部屋を貸したオロフ・リンネルスタンド氏は病重く手術を受ける直前であった。そしてリンネ街10番地の建物はストックホルムの都市再開発のため近く取り壊され超高層のアパートに変わる予定である。遺書にはいろんなことが書いてありますけれども、そういうものは親父はこう言ったからこうだっていうふうに遺書をこう取ってなんか僕らに言うっていうふうなことは一度もなかったし、まあそういうことでほとんど実際は読まないで育ってきたと思うんです。それで高校の頃かなんかに一度に読んだことは初めて読んだような記憶がありますね。Siehe das leere Bettchen an, Kamerad, es geht in sich. Schon springt der Dieselfauchen an, Kamerad, du reißt es wieder an. Wir wollen drum nicht klagen, denn in England zu jagen, da draußen auf der See. Wir sind die Leute, die grauen Wölfe der grauen Meer. Von uns ist alle Tod daher, und Schiffe sind unsere Beute. Heute sind wir hier und morgen dort, uns Admiral gab uns ein Wort. Kameraden, stets dran denken, Angriff ran verlenken. Ich bin der Meinung, dass der Krieg und die Ereignisse in diesem Krieg der Geschichte angehören. Unsere Kinder sind alle nach dem Kriege geboren und sie haben eigentlich kein rechtes Verhältnis zu diesen Ereignissen, die damals stattfanden. Ich will auch hoffen, dass unseren Kindern das Schwere, was wir durchmachen mussten, erspart bleiben möge. バッハマン局長が U-234 で日本に出航したのは結婚後2ヶ月だった。今彼らは3人の子の親で戦争の話はしない。Ich habe zwei Kinder im Alter von 19 und 26 Jahren. Wir haben uns manchmal über meinen Vater U-32 und auch über das Schicksal der japanischen Offiziere unterhalten. Mein Sohn konnte das nicht verstehen. Die Jugend ist wohl heute anders. リスラー技師の息子ボルフガングは自動車工場の労働者である。父の体験を彼はナンセンスだと言い放った。クリスチャンサンドには今もノルウェー海軍の基地がある。地下運動の指導者だったアクセル選手は戦争体験は子供に伝えなければならぬと主張する。I have been trying to tell my children what we had during those 5 years, but a lot of those things are so terrible that you don't like to tell it. But we try to make them understand that war is nothing for us. It's better to live in peace.山口市、山口県庁。
U-234 で戦死したもう一人の日本人、故友永秀吉の夫人雅子さんは県政課に勤めている。二人の娘はすでに嫁ぎ、今は一人暮らしである。友永家には遺品らしいものはほとんどなかった。従軍記章とパスポートである。遺品は国際赤十字委員日本代表の請求によりアメリカ戦時不良情報局から日本に送られ、それが福音書経由で雅子さんの手に渡った。友永氏がドイツへ出発前に残した爪には、個人の愛好した戦前のタバコチェリーの匂いが染み込んでいた。それを何度も嗅ぐうちに雅子さんはいつしかタバコの味を覚えた。今でも毎日の出来事を夫の写真に向かって話す習わしである。彼女は友永ほど素敵な人は絶対にないと10代の少女のように語った。今東京からモスクワ経由でパリまで1万キロ、ジェット機で12時間半である。去年は1年間に6万人を超す日本人がヨーロッパに飛んでいる。Uボートの2人はこのエンジンのために死んだ。ああ、勲章ってのは今度もらったやつか。次男庄司元信は出張で上京した。勲なんとかってやつだろ。そう、局実証してみるよ。すっぽいやつだろ。例えばうちに局実証があるなんてこと全然忘れて、人の局実証一生懸命写真撮ってた。写すのにさ、あらうちの撮ればよ。頼んで借りたりなんかして。うちにそんなもんあるんだ。物々しいですよ。この袋に入れてね、区役所からもらってきた。袋に入ってくれんの、うん、こんなでかいもん。いや、いろいろ入ってるから。あ、そういうのは勲章にそれ。息と雰囲気とあれ。息ってなんだよ、これ。息ってのは高難級とかいうのじゃない。小。こうちゃんとこうやってもらうのでしょ。 そこの公会堂で伝統式をしますって言うから、で私が行かなかったもんで、翌月また通知が来て、ぜひ取りに来てくれって言って区役所に行った。へえへへ、なんて笑っちゃ悪いよね。甘露にむせんでいただくのよ、そんな。なんて言うんでしょうね、一生かかってもう言えないようなことを、この自分が死ぬということを、まあ、目前に覚悟してこれだけの遺書を書いたっていう気持ちを考えますと、どんなに苦しかったかと思います。だから私はこの遺書を見た時にね、私と主人の結婚生活はたった6年半ぐらいのものでしたけども、一生かかっても言えないようなその夫婦のあり方を主人からびっしりとこう心の中に叩き込まれたような気がしたんです。だから主人がこの死ぬ前の遺書を書いた時の心境ってものはどんなに苦しかったか、私は主人の
した。早く別れても自分の一生にどんな苦しみが起こっても、主人がこの遺書を書いた時の苦しみに比べればそれは取るに足りないもんだと思う。そういう気持ちで今まで何かあるたんびに庄司はもっと苦労してたっていうことを考えると、それが自分の生きる力になってきたと思うんです。我々は最後に最も重要な人物について報告しなければならない。ハンブルグ市グリフィウス街に住む U234 艦長フェーラー氏である。フェーラー氏はいなかった。U-234 は昭和21年11月末、ボストンの沖でアメリカ軍の実験で沈んだ。フェーラー氏はアメリカ捕虜収容所から復員した後、外国に職を求めた。今の夫人アニタさんとは戦後ベイルートの劇場で出会った。17の娘を頭に3人の子供がいる。昭和23年ダマスカスへ。ここで戦車師団の編成と教育にあたる。24年ベイルートへ、続いてサウジアラビアへ、さらにスエズ運河へと、常に硝煙の立ち込める地域で生きてきた。昭和42年2月ベトナムへ赴いた。ベトナムの難民を治療する西ドイツの病院船ヘルゴランド号。フェーラー氏はその船長として、医師8人、看護婦27人、乗組員25人を率い、今も船上にいる。この25年間、フェーラー氏は戦争と縁が切れなかった。ここにフェーラー船長から我々に届いた手紙がある。戦後私は二人の日本人の死を日本政府に知らせようとさまざまな方法を試みた。しかし私は何一つ回答を受け取っていない。そしてダナン郵便局の消し印がかすかに読めた。庄司和子さんは25年間要塞で暮らしを立てた。すみません、待ってくださいませんか。はい、お母様に叱られるかな。彼女は2人の息子を大学へやり就職させた。庄司源三氏の遺書。お前たちのお父さんは、元信は両親に抱かれて代々木や山谷の駅に電車を見に行きたがっていた頃、また元政は生まれて100日も経たぬ頃の
昭和14年の6月末にお前たちと別れて以来、一度もお前たちと会うことができず永別してしまったので、お前たちが将来大変寂しい思いがすることと思うゆえ、この最後の手紙をお前たちに残しておく。お父さんは明治36年8月27日庄司玄洋を父とし、島を母として山梨県東山梨郡諏訪村に生まれた。お父さんは小さい時から快活で頭の働きが早く、思いやりが深かったから生涯人に可愛がられた。室伏尋常小学校、山梨県立氷川中学校を終えた。中学時代には友達が悪かったので不良少年のような行いもあり、今から考えると一生を誤るような危険なこともあった。家の経済状態が悪くなったので父は師範学校に行けと盛んに勧めたが、お父さんは大学を終えたいという強い希望を持っていたので、みんなには神戸高商を受けると嘘を言い、第六高等学校の理科工を受けた。合格通知を見て皆がびっくりして、一体どうする気かと尋ねられたので、大学は苦学して独力でやると言った。六高では柔道部に入った。お父さんのごとき体の弱い者には六高のごとき猛烈な柔道は無理で、肺病にならなかったのが不思議だった。帝大の入学試験は男と生まれた以上、何か国家に最も有用なことで自分に適するものを選んでやろうと思い、考えた末飛行機工業に決心した。試験は210点満点中195点を取り、その年の東大工学部の入学試験の最高点を取った。帝大1年生の時は家庭教師をしたり兄より応援を受けて過ぎ、2年生になる時海軍の技術学生の試験を受けた。お父さん一人合格となり、月々50円海軍からもらえることとなり助かった。昭和4年に海軍の技術中尉になり、お父さんは昭和13年の暮れまで精魂を傾けて大型爆撃機の設計試作に従事して、技術をもって辰巳としては最も下方の生活をした。昭和7年人の世話でお母さんと結婚した。お父さんは勘の力では人に優れていると自認していたので、お母さんを見て大変性質の良い人だと思って簡単に話を決めてしまった。二人の結婚は極めて簡単であったが、大変清楚な気分がして、後で考えてみても嫌な思いのすることは何も残っていない。結婚してもお父さんは飛行機の設計に夢中になっていて、太陽の下でお母さんの顔を見たのは昭和七年はごく稀であった。こんな味気ない生活にもお母さんは一度も嫌な顔一つしたことがなく、お父さんはお母さんはなんて我慢強い人だろうと感心したことが再々ある。昭和14年欧州の飛行機を研究するためにイタリアへ出張を命ぜられた。その年8月ナポリに着き、まもなく欧州戦争が始まった。Campini Caproni. Questo binomio rappresenta una tappa importante nella storia del volo. これは昭和15年8月28日イタリアで初めて飛んだカンピーニカプローニ式ジェット機のフィルムである。 Le frange di fuoco, l'assenza di eliche.当時ミラノローマ間を時速432キロで飛んだ。ジェットエンジンは各国とも極秘のうちに研究を進め、ドイツとイギリスでそれぞれ成功し、イタリアがこれに続いた。
Il 30 novembre 1941 lo stesso De Bernardi eseguiva il primo viaggio con passeggero e posta da Milano a Guidonia, segnando con questa decisiva affermazione l'avvento dell'aereo senza elica e tutte le sue future prodigiose possibili. その技術を早く日本に伝えないと日本が戦いに苦しむと記している。庄司氏がたびたび足を運んだミラノ市のカプローニ工場跡。広い敷地は軍隊の車庫や団地になって、昔の姿はどこにもなかった。昭和14年9月には長男元彦が急逝した由を異郷で聞いた。元彦はいわゆる親子の縁の薄いことを虫が知らすか、この子のことはお父さんの頭痛の種であり、また最大の愛を彼に傾倒した。その子が死んだのでお父さんは養子した愛児元彦がこの世になすべきであったことを彼の代わりにしてやろうと思い、二人前働く強い決心をした。かわいい元彦を失ったお母さん元信元政は、お父さん早くお帰りなさいと呼ぶ声は始終耳に聞けども、お父さんもまた日本の航空技術を追って立つ身なり。この4階が庄司氏が4年余り住んだ下宿である。当時はイタリア皇帝 G の未亡人バッレ夫人の家であった。訪ねてみると彼女はすでに亡くなり、室内の赤い壁は白く塗り替えられていた。変わらないのはバルコニーだけであった。庄司氏のアルバムそのままに、窓の向こうには今もムッソリーニ政権のチアノ外務大臣の遺族が住んでいる。表に出ると地方選挙が竹縄で、ネオファシストの宣伝カーに出くわした。右翼青年が MSE 党首ジョルジョ・アルミランテの演説会を触れ回っている。安保条約不採。三男の庄司元政、早稲田大学卒業、百科事典の編集部に勤めている。最近父親になったばかりである。北海道苫小牧、次男庄司元信は慶応大学を出て製紙会社に勤めた。今は直営のスーパーマーケットの課長で2人の男の子がいる。スイッチを一気に引くんだ、バウ負けるなよ、バウがチロールつかんで。彼は学生時代からいろいろなスポーツクラブのメンバーである。父の遺書はあまり読みたくない。読むと
辛くなると10回した。あと10本。昭和19年8月6日、5年と4日おりしイタリアを去り、ベルリンに入り、その年11月22日、スウェーデン・ストックホルムの帝国海軍武官室へと転勤を命ぜられた。これでどうやら命を全うし、戦後にはお前たちに会えると思っておったところが、昭和20年1月初め、日本よりお召し。Werner Herdkorn, U-Boots-Obermat, auf U-746, jetzt Verwaltungsangestellter. Hans Zwindeck, früher 3501, jetzt Kraftfahrzeugverkäufer. Werner Kastlis, Maschinen-Obermat, auf U-561, jetzt Klempnermeister. Franz Schreiber, Maschinenmat auf U-369, jetzt Kfz-Mechaniker. U-Boot とは海の下の船という意味である。しかし二度の世界大戦を通じて U ボートといえばドイツの潜水艦の別名であった。ドイツの近代にとってこの25年ほど平和が長続きした時代はない。西ドイツキール湾メルテンオルトの浜辺に巨大な塔が立っている。ドイツ潜水艦通称 U ボートの戦死者の慰霊碑である。U ボートの戦死者は第一次大戦211隻4744人、第二次大戦736隻2万7435人に上る。例えば U-229 から U-235 までは全部撃沈されている。ただ一隻 U-234 だけが運よく生き残った。これは連合軍の空襲に備えて偽装を施したただ一枚の U-234 の写真である。 U-234 は昭和20年春ドイツから日本に向かった最後の船であった。艦長海軍大尉ヨハン・ハインリッヒ・フェーラー以下乗員72名便乗者空軍大将ケスラー以下13名オットー・ディスラー兵曹が25年間秘めていた乗船名簿、その大部分の人は今も健在である。その中に日本人友永庄司の名が見える。だがこの二人は戦死した。東京杉並区公園25年前この辺も焼け野ヶ原であった。 U-234 に乗り組んだ2人の日本人の1人の遺族がここに住んでいる。故海軍技術大佐庄司源三、庄司和子さん57歳、夫が戦死した時は32歳であった。当時8歳と6歳の2人
人の男の子を抱えていた。これ子供たちのに当てたので、これは割合と長いもんですけど、これは私宛ての茶色の封筒の中に白い封筒があり、遺書は薄手の便箋で、婦人には2枚しかないが、子供たちには5枚びっしりと書かれている。そして最後に、なぜか参考までにお父さんが対応中比較的長く住んでいた住所を書いておく。もしお前たちが要行する機会があったら訪ねてみよという正し書きで、イタリアの住所が2つ、スウェーデンの住所が1つ記されている。その3番目の住所はスウェーデン・ストックホルム・リンネ街10番地であった。遺書は昭和20年1月31日この町の下宿で書かれ、2月22日個人がベルリンへ出発する日、日本大使館に預けたものと推定される。これが遺書の書き出しの部分である。日本の潜水艦が大西洋のドイツ軍基地に入港したニュースは第二次大戦中華々しく宣伝された。しかし当時日本とドイツの間の交通は空も地上も遮断され、海をくぐるほか方法がないありさまであった。全日潜水艦隊司令官らが出迎え、乗組員一同の輝かしき業績を心から称えたのであります。この同じニュース映画はドイツでも上映された。An der Atlantikküste. Ein japanisches Unterseeboot läuft einen deutschen Stützpunkt. 華やかな歓迎を受ける日本の水兵たちは、実は赤にまみれ皮膚病にかかり、厳重な連合軍の目をかすめて命からがらたどり着いたのである。ペナンから大西洋のロリアンまで2万8000キロを105日もかかっている。しかも不幸なことに帰り道シンガポールの沖で沈没した。その任務は戦うことではなくて、機密兵器や戦略物資をこっそり運ぶことである。ドイツからは20隻以上の U ボートがペナンやシンガポールに入港し、日本からも全部で5隻の潜水艦がヨーロッパに向かった。しかし日本本土に無事帰ったのは伊8号潜水艦ただ1隻である。一般に成功率は 25% と言われていた。敵の目を欺くため昼間は水中に隠れ、時速はわずか 3.7 キロ、夜になると浮かんで水上を走った。乗組員は生野菜がないのでビタミン剤を飲み、炭酸ガスを吐き出さぬよう当直者以外は寝台で寝ているよう命令された。100日間の航海中風呂は1回もなく、
1日15分ずつ太陽灯をかけたが、結核患者がかなり発生した。赤道付近では館内は蒸し風呂のようになり、希望峰の南1100キロを迂回したので、流氷原では冷蔵庫に変わった。ベルリン、ティアーガルテンのほとりに今も残る元日本大使館。総大理石の豪華なビルもベルリンの市街戦で荒れ果て、戦後はずっと無人の館である。日本大使館付き武官小島秀夫海軍少将は、昭和19年の暮れ、Uボートで東京のドイツ大使館付き武官として赴任するケスラー空軍大将に、2人の日本士官を一緒に帰国させてほしいと頼んだ。小島秀夫氏も昭和18年の暮れ、ドイツへ E29 号潜水艦で赴任した人である。ケスラー空軍大将は、ドイツはもう見込みがないから、ドイツの持ってるあらゆる空軍のいい技術を自分が持って日本へ行って、少しでも日本のお役に立てば日独共同作戦の目的を達せると思うと、非常にいい話をしてくれた。私もそれは嬉しかった。そこで私の方から、実は日本海軍が2人の海軍士官を至急返せと言っておるの。しかし私としては、途中危険があると。しかし、ケスラー空軍大将が行かれるならば、これはドイツ海軍としてもいい潜水艦でいい艦長で行動も気をつけてくれるだろうから、まあ、無事につけるだろうと。ここに望みを属して私はケスラーに頼んだが、ケスラーも快くそれを承諾してくれて、それで2人はケスラーの一行と一緒に日本に行くことに決めた。南ドイツアルプスに近いウーラッハの町、76歳のケスラー元大将は病身な夫人とともに5年前からこの町で暮らしている。どちらも若い頃日本を訪れたことがある。戦後占領軍の通訳として働き、その後南米のウルガイに渡って貿易事業に携わったが失敗した。故郷は東ドイツなので財産はない。しかしかつては44歳で大将に進級、ドイツ空軍で最も若い将軍であった。Ich persönlich war immer der Überzeugung, dass mit der Anbordnahme der beiden japanischen Seeoffiziere wir gleichzeitig die Verpflichtung hatten, die nun sicher, wenn nicht nach Japan oder nach den Holländisch-Indien, so doch zumindest in irgendeinen neutralen Hafen zu bringen. Das waren wir meiner Ansicht nach den beiden uns lange Jahre verbündeten Kameraden schuldig.庄司源蔵42歳、ジェットエンジン研究のためヨーロッパに5年半滞在、2人の息子の父であった。友永秀夫36歳、潜水艦設計の権威で昭和18年、 U180 に乗りドイツへ赴いた。2人の娘の父であった。特攻隊員が毎日死んでゆく時代に、この二人は生きて帰るよう命ぜられていた。当時ドイツ空軍は MA-163 ロケット機と MA-262 ターボジェット機を開発し、
世界で初めて実戦に使っていた。 B29 に苦しめられた日本はこの技術を譲り受けたが、その技術情報を運ぶ潜水艦はほとんど撃沈されていた。日本海軍は2人の命よりもむしろ彼らが運ぶ新兵器の完全な図面を待ちわびていた。キールからスカゲラック海峡を目指す現代の U ボートである。 U234 は昭和20年3月24日庄司智永漁師を乗せ同じ航路を日本へ向かった。かつてドイツ最大の軍港であったキールは今では半ば商業港である。ここは横須賀などと違いアメリカの基地はない。しかしドイツ海軍は北大西洋条約軍に編入されている。キールの水兵たちは第一次世界大戦の末期、出航命令を拒否して革命を起こした。それが戦争をやめカイゼルを倒すきっかけになった。当時からドイツ海軍は U ボートに力を入れていた。今も同様である。しかし第二次大戦中1160隻もいた U ボートは今では350トン型が11隻で、日本の海上自衛隊とほぼ同じ数である。現在西ドイツ軍の半分は徴兵制で、青年は1年半の義務兵役がある。そしてキールの艦隊は毎週火曜から金曜までバルチック海で演習をやっている。青年たちの間では義務兵役は戦前に比べて甚だ評判が悪い。U234 の72人の乗組員の一人はキール市内で働いていた。その人物が当時の乗船名簿を持っていたのである。元一等機関兵曹オットー・ディスラー氏52歳である。 U234 では電動機を担当し、副員を冷凍技師になった。Ich mich erinnere, hatten wir vom Auslaufen aus Kiel nach Kristiansand gutes Wetter.Selbstverständlich war die Stimmung an Bord mit gemischten Gefühlen. Und man, wenn man bedenkt, diese weite Reise und die Trennung von der Familie. Wie wir rausfuhren, wussten wir ja auch nicht, ob wir wieder zurück nach Deutschland kommen. Herr Fregattenkapitän Tomonaga fuhr mit mir auf eine Wache. Wir beide...Herr Tomonaga fuhr die Frischwassererzeugungsanlage. Ich selber war E-Mat und hatte die elektrischen Anlagen an Bord zu betreuen. Kiel 運河を下っていくとクックスハーフェンの町がある。この町の水道ガス事業局長ベルナー・バッハマン氏は U234 の電信係兵装長であった。後にドイツ敗戦全軍降伏せよの無電を彼が受信するのである。 Ja, ich erinnere mich sehr genau an diesen Tag. Es war der 24. März 1945. Es war ein regnerischer, ein verhangener Tag und wir verließen gegen Abend den Hafen Kiel. Zu dem Zeitpunkt, als wir Kiel verließen, waren wir eigentlich noch ziemlich sicher, dass wir Japan erreichen würden.バッハマン氏が保存していた U234 の艦長フェーラー大尉の写真。彼は商船学校出身の士官であった。
西ドイツには戦時中の U ボートが2隻残っている。その1隻 U995 はキール海軍工廠の桟橋につながれている。この船は戦後ノルウェー海軍に接収されカウラと呼ばれていたが最近返還された。船体はかなり傷んでおり修理の後記念艦として陸上に展示される予定である。U-234 は U-995 のほぼ2倍、2000トン級の機雷敷設用潜水艦であった。日本までの燃料と1年半分の食料のほか、メッサーシュミットのジェットエンジン、大量の水銀とウラニウム、タングステンを積んでいた。そのため、前半分が沈みすぎて、釣り合いが取りにくくなっていた。出航後は電池がショートしたりモーターが焼けたりシュノーケル装置が働かず排気ガスが充満するなどの事故が相次いだ。積んであるバレー所が水浸しになりそれが腐って排水ポンプが動かなくなるという信じられないような事故さえ起こった。U-234 は中甲板の下に蓄電池室があり、その隣に英雄の穴蔵と呼ばれる一室があった。二人の日本人を含む8人が4つの2段ベッドで生活した。半数が当直に立つ時残り4人が眠っていた。庄司、友永両氏も当直に着いた。 Wir fuhren ja nachts mit Schnorchel. Bei ruhiger See war das sehr schön. Bei bewegter See schloss sich der Schnorchel, wenn die See ankam und das dauerte bisweilen längere Zeit. Und dann...wurde die Luft aus dem Submarine, aus dem Boot gesaugt, aus dem Innern. Und das vergiftete einmal die Atmosphäre. Und zum anderen war es so, als wenn zwei Teufel einem an den Ohren, an den Trommelfellen zogen. Und dann, wenn die Luft durch den Schnorchel wieder reinstürzte, dann wurden einem die Trommelfelle wieder in den Kopf zurückgedrückt.シュノーケルは潜航したまま外の空気を取り入れる装置で、これにより浮かぶことなく長い航海が続けられる。しかし電気を節約するため内部は暗く暖房はなく0度に近い寒さであった。爆雷攻撃に悩まされ安全限度を超す260メートル近く潜ったことがあるという。敵に音を聞かれないため大きな声を出すことも禁じられた。当時ソビエト軍はベルリンに迫り連合軍はライン川を渡り乗組員の家族の安否が気遣われた。U-234 はキールから北に向かい3月末ノルウェーのホルテンに入港した。ここで新型のシュノーケル装置の訓練を行った。その時別の U ボートと衝突事故を起こし
燃料タンクに穴が開いた。そこで修理のためクリスチャンサンドに向かった。ノルウェーのクリスチャンサンドは人口5万2千、フィヨルド地帯特有の入り江に臨んでいる。入り江は海岸から10メートル離れると水深が100メートルもあり、ドイツ軍が Uボートの基地として占領した。湾内には造船所があり、 U234 はここで修理に2週間も手間取った。この遅れがやがて2人の日本人の運命に影響したのである。造船所には地下運動が組織され、ドイツ側の行動は逐一連合国側に通報されていた。5年にわたる占領で市民の犠牲者も多く、活動家は深い森に潜んで抵抗運動を続けた。V 後アクセルセン氏はこの町の交番業者である。戦時中彼は地下運動の指導者で、ドイツ戦艦ビスマルクの行動をいち早くイギリス海軍に通報し、これを沈める手助けをした。 The 9th of April the Germans came in here in the morning and the shooting started andabout 20-30 people were killed here before they came ashore. But as we are not used to war, we didn't know anything about it, and they got no resistance. A man, a Norwegian, came back from England, and he organized the underground. And we were quite happy with that, and reported quite a lot of things. All the ships went past here, andthe naval, the German Navy, how they moved, and reported to Great Britain all what we could get hold of. Shōwa 20年4月15日、クリスチャンサンドを出発した U-234 は、流氷の浮かぶ北大西洋の海の中を潜ったまま航海を続けていたが、5月7日デーニッツ総統からとみられる全軍降伏せよの無電を受信した。場所はカナダニューファウンドランド島の東900キロの洋上と推定される。キールを出て1ヶ月、普通ならブラジルの沖に達している頃であった。Ich möchte sagen, dass als die erste Nachricht in der Besatzung bekannt wurde, dass der Krieg zu Ende ist, eine gewisse Depression eingetreten ist. Es hat sich jeder zunächst mit sich selbst beschäftigt und nachher kam es eigentlich zu recht abenteuerlichen Plänen. Es gab einen Teil, der wollte nach Südamerika, es gab auch einen Teil, der wollte auf eine Insel im Pazifischen Ozean in irgendein paradiesisches Leben flüchten, verständlich vielleicht nach den schweren Monaten des Krieges.Und es gab auch einen Teil, der nach Hause wollte. Das war aber ein nicht so großer Teil. Das war die Strömung. Natürlich war die Verhandlung der deutschen Kriegsgefangenen ein Problem. Deutschland war glücklich, aber die Amerika hat noch den Krieg mit U ボートを乗っ取っても日本に向かうべき重い任務を帯びている。二人は技術者で U ボートを破壊する方法もよく知っていた。二人の日本人はもはや危険人物であり、昨日の友が今日の敵になった。詳しい事情を同室者のフォン・ザンドラルト元陸軍大佐に聞いてみよう。彼はブレーメンに住んでいた。Diese Bewachung
die ja nun durchgeführt wurde in diesem engen Raum, in der Form, dass ein Oberleutnant mit einer geladenen Pistole vor der Koje der Japaner saß und sie also auch nur unter Bewachung den Raum verlassen konnten. Da stellte sich bald heraus, dass diese Bewachung, die der Kommandant ja angeordnet hatte, um das Boot und das Leben seiner Leute gegen einen Anschlag zu sichern, auf diese Weise eine Farce war. Denn der Sauerstoffmangel in diesem engen Raum da unten ließ die Schläfrigkeit des Bewachers so stark werden, dass von einer Bewachung keine Rede mehr war. 破壊活動をしない約束で見張りは解かれた。庄司氏と友永氏は艦長から機密書類を取り返し海に捨てた。最も新しいジェットエンジンやロケットの技術が日本の手に入る望みは消えた。艦長に向かってケスラー大将は中立国へ向かうことを主張し、一時船は南米に向かった。しかし間もなく多くの士官がこれに反対した。デーニッツ総統は電報で東部のドイツ人をアメリカ占領地区に移す代償として U ボートを無傷でアメリカに渡せと命令した。そして最後にフェーラー艦長はアメリカに降伏を決めた。庄司氏と友永氏は降伏を拒否した。日本の軍隊では捕虜になることは最大の恥とされていた。万一捕虜になれば留守家族は非国民と罵られ人前には出られない時代であった。Sie legten sich dann wie üblich in ihre Koje, da sie ja beide sehr schlanke und kleine Personen waren, konnten sie zusammen in der Koje liegen und schliefen ein. Nachdem nun mehrere Stunden, 5 oder 6 Stunden vergangen waren und sich da nichts mehr tat, sondern sie immer weiter schliefen, kam mir die Sache natürlich nicht mehr normal vor. Ich ging zum Kommandanten und sagte ihm, also da ist was nicht in Ordnung. Nicht wahr? Na, daraufhin wurde der Arzt eingeschaltet und der Arzt ließ ihn aus den Kojen herausnehmen, die tief schlafenden beiden Männer, und untersuchte das Herz und gab ihnen dann noch eine Spritze, um das Herz wieder, die Herztätigkeit wieder zu beleben. Aber es war bereits zu spät. Das Gift hatte gewirkt und sie waren nun, starben nun vor unseren Augen, schliefen sie völlig ein mit einem sehr gelösten, man kann beinahe sagen, leichten Lächeln in ihren Zügen. Veracity-Kanchō-Ate-no-Isho.我らの遺骸を水槽にせよ。所持品は乗組員に分配せよ。我らの死を速やかに日本に通報せよ。帰還の友情に感謝し、ご一同の幸運を祈る。日付は5月11日である。ドイツ語の遺書は5月15日朝、アメリカ駆逐艦サットン号に押収され、代わりに英文の翻訳が日本に送られた。その洋服だったらもうちょっと短いの着てみる、かわいいから、その洋服でちょっと上げてみさせて、でもしお嫌だったら出しますから。ほんの1センチだよ。父の電報を受けた。
元朝日新聞欧州特派員江名武雄氏は、庄司源三氏がストックホルムであった最後の日本人である。江名氏は帰国する庄司氏に手紙や写真をことづけ、一夜別れの縁を張った。そういう立場の人にしては極めて、まあ、感じの違うお話ばかりがそこで出まして、まあ、例えば自分が東京大学を出てこういうふうにして、軍人になった、国家関係に進んだというふうな自分の何て言うんですかね、そういった告白でしょうか、あるいはまた関東大震災の時に、ご郷里は甲府ですから、そこまで歩いて逃げた時に途中で綺麗なそのご婦人に惚れたというふうな、そういう話までされた。その他まあいろんなことは、まあ25年前のことですから忘れましたけれど、まあ、そういうふうなことで、非常にしみじみとした感じ。私としてはちょっとこれはやっぱり長野別れというといけないんですけれども、そういう感じ。私自身も日本に帰るとは考えていなかった、日本が負ける、ドイツも負けるということはもうはっきりしておりましたから。お父さんが戦死し、お前たちが孤児となっても、お前たちの父もまた他の多くの同胞のお父さんたちと等しく、日本の後継者のため、その先輩として命を捧げたという点を承知してもらいたい。お前たちの時代は大変世の中が変わってしまって、お父さんのお話を聞いても参考になるまいかもしらんが、お前たちの血はお父さんの血であり、したがってお父さんの持っている欠点や長所は、お前たちも多少これを持っているから、お父さんの経験は根本においてはお前たち二人の良い参考になることと思う。昭和20年1月31日お父さんは、刻々とその生の終わる時間が近づきつつあるにもかかわらず、極めて平静にこの手紙の筆を運んでいる。庄司氏に部屋を貸したオロフ・リンネルスタンド氏は病重く、手術を受ける直前であった。そしてリンネ街10番地の建物はストックホルムの都市再開発のため近く取り壊され、超高層のアパートに変わる予定である。
が、遺書にはいろんなことが書いてありますけれども、そういうものを親父はこう言ったからこうだっていうふうに遺書をこう取ってなんか僕らに言うっていうふうなことは一度もなかったし、まあそういうことでほとんど実際は読まないで育ってきたと思うんです。それで高校の頃かなんかに一度に読んだことは初めて読んだような記憶がありますね。So springt diese Fauten an, Kamerad, du reißt es wieder an. Wir wollen drum nicht klagen, denn in England zu jagen, da draußen auf der See. Wir sind die U-Boots-Leute, die grauen Wölfe der grauen Meer. Vor uns mit alle Donau her, und Schiffe sind unsere Beute. Heute sind wir hier und morgen dort, uns Admiral gab uns ein Wort. Kameraden, stets dran denken, Angriff ran verlenken. Ich bin der Meinung, dass der Krieg und die Ereignisse in diesem Krieg der Geschichte angehören. Unsere Kinder sind alle nach dem Kriege geboren und sie haben eigentlich kein rechtes Verhältnis zu diesen Ereignissen, die damals stattfanden. Ich will auch hoffen, dass unseren Kindern das Schwere, was wir durchmachen mussten, erspart bleiben möge. Bachmann-Kyokchōga U-234 de Nippon ni shukkō shita no wa kekkon go 2 kagetsu datta. 今彼らは3人の子の親で戦争の話はしない。Ich habe zwei Kinder im Alter von 19 und 26 Jahren. Wir haben uns manchmal über meine Vater U-32 und auch über das Schicksal der japanischen Offiziere unterhalten. Mein Sohn konnte das nicht verstehen. Die Jugend ist wohl heute anders.リスラー技師の息子ボルフガングは自動車工場の労働者である。父の体験を彼はナンセンスだと言い放った。クリスチャンサンドには今もノルウェー海軍の基地がある。地下運動の指導者だったアクセルセン氏は戦争体験は子供に伝えなければならぬと主張する。I have been trying to tell my children what we had during those 5 years, but a lot of those things are so terrible that you don't like to tell it. But we try to make them understand that war is nothing for us. It's better to live in peace.山口市山口県庁。U-234 で戦死したもう一人の日本人、故友永英夫氏の夫人雅子さんは県政課に勤めている。二人の娘はすでに嫁ぎ、今は一人暮らしである。友永家には遺品らしいものはほとんどなかった。従軍記章とパスポートである。遺品は国際赤十字委員日本代表の請求によりアメリカ戦時不慮情報局から日本に送られ、それが福音書経由で雅子さんの手に渡った。友永氏がドイツへ出発前に残した爪には
個人の愛好した戦前のタバコチェリーの匂いが染み込んでいた。それを何度も嗅ぐうちに雅子さんはいつしかタバコの味を覚えた。現在西ドイツ軍の半分は徴兵制で、青年は1年半の義務兵役がある。そしてキールの艦隊は毎週火曜から金曜までバルチック海で演習をやっている。青年たちの間では義務兵役は戦前に比べて甚だ評判が悪い。U-234 の72人の乗組員の一人はキール市内で働いていた。その人物が当時の乗船名簿を持っていたのである。元一等機関兵曹オットー・ディスラー氏52歳である。 U-234 では電動機を担当し、副員を冷凍技師になった。Wie ich mich erinnere, hatten wir vom Auslaufen aus Kiel nach Kristiansand gutes Wetter. Selbstverständlich war die Stimmung an Bord mit gemischten Gefühlen. Und man, wenn man bedenkt, diese weite Reise und die Trennung von der Familie. Wie wir rausfuhren, wussten wir ja auch nicht, ob wir wieder zurück nach Deutschland kommen.Herr Verkehrskapitän Tomonaga fuhr mit mir auf eine Wache. Wir beide, Herr Tomonaga fuhr die Frischwassererzeugungsanlage. Ich selber war E-Mat und hatte die elektrischen Anlagen an Bord zu betreuen. Kiel 運河を下っていくとクックスハーフェンの町がある。この町の水道ガス事業局長ベルナー・バッハマン氏はU-234 の電信係兵曹長であった。後にドイツ敗戦全軍降伏せよの無電を彼が受信するのである。 Ja, ich erinnere mich sehr genau an diesen Tag. Es war der 24. März 1945. Es war ein regnerischer, ein verhangener Tag und wir verließen gegen Abend den Hafen Kiel. Zu dem Zeitpunkt, als wir Kiel verließen,waren wir eigentlich noch ziemlich sicher, dass wir Japan erreichen würden. バッハマン氏が保存していた U-234 の艦長フェーラー大尉の写真。彼は商船学校出身の士官であった。西ドイツには戦時中の U ボートが2隻残っている。その一隻 U-995 はキール海軍交渉の桟橋につながれている。この船は戦後ノルウェー海軍に接収されカウラと呼ばれていたが、最近返還された。船体はかなり傷んでおり、修理の後記念艦として陸上に展示される予定である。U-234 は U-995 のほぼ2倍、2000トン級の機雷敷設用潜水艦であった。日本までの燃料と1年半分の食料のほか、メッサーシュミットのジェットエンジン、大量の水銀とウラニウム、タングステンを積んでいた。そのため、前半分が沈みすぎて、釣り合いが取りにくくなっていた。庄司和子さん57歳。夫が戦死した時は32歳であった。当時8歳と6歳の2人の男の子を抱えていた。
これ子供たちのに当てたので、これは割合と長いもんですけど、これは私宛の茶色の封筒の中に白い封筒があり、遺書は薄手の便箋で、夫人には2枚しかないが、子供たちには5枚びっしりと書かれている。そして最後に、なぜか参考までにお父さんが対応中比較的長く住んでいた住所を書いておく。もしお前たちが要行する機会があったら訪ねてみよというただし書きで、イタリアの住所が2つ、スウェーデンの住所が1つ記されている。その3番目の住所はスウェーデン・ストックホルム・リンネ街10番地であった。遺書は昭和20年1月31日、この町の下宿で書かれ、2月22日、個人がベルリンへ出発する日、日本大使館に預けたものと推定される。これが遺書の書き出しの部分である。日本の潜水艦が大西洋のドイツ軍基地に入港したニュースは第二次大戦中華々しく宣伝された。しかし当時日本とドイツの間の交通は空も地上も遮断され、海をくぐるほか方法がないありさまであった。全日潜水艦隊司令官らが出迎え、乗組員一同の輝かしき業績を心から称えたのであります。この同じニュース映画はドイツでも上映された。An der Atlantikküste. Ein japanisches Unterseeboot läuft einen deutschen Stützpunkt. 華やかな歓迎を受ける日本の水兵たちは、実は赤にまみれ皮膚病にかかり、厳重な連合軍の目をかすめて命からがらたどり着いたのである。ペナンから大西洋のロリアンまで2万8000キロを105日もかかっている。しかも不幸なことに帰り道シンガポールの沖で沈没した。その任務は戦うことではなくて機密兵器や戦Werner Herdkorn, U-Boots Obermat auf U-746, jetzt Verwaltungsangestellter. Hans Zwintek, früher 3501, jetzt Kraftfahrzeugverkäufer. Werner Kastlis, Maschinenobermat auf U-5561, jetzt Klempnermeister. Franz Schreiber, Maschinenmann auf U-369, jetzt Kfz-Mechaniker. U-Boot とは海の下の船という意味である。しかし二度の世界大戦を通じて U ボートといえばドイツの潜水艦の別名であった。ドイツの近代にとってこの25年ほど平和が長続きした時代はない。西ドイツキール湾メルテンオルトの浜辺に巨大な塔が立っている。ドイツ潜水艦通称 U ボートの戦死者の慰霊碑である。
U ボートの戦死者は第一次大戦211隻4744人、第二次大戦736隻27435人に上る。例えば U229 から U235 までは全部撃沈されている。ただ一隻 U234 だけが運よく生き残った。これは連合軍の空襲に備えて偽装を施したただ一枚の U234 の写真である。 U234 は昭和20年春ドイツから日本に向かった最後の船であった。艦長海軍大尉ヨハン・ハインリッヒ・フェーラー以下乗員72名、便乗者空軍大将ケスラー以下13名、オットー・ディスラー兵曹が25年間秘めていた乗船名簿、その大部分の人は今も健在である。その中に日本人友永庄司の名が見える。だがこの二人は戦死した。東京杉並区高円、25年前この辺も焼け野ヶ原であった。 U234 に乗り組んだ2人の日本人の1人の遺族がここに住んでいる。故海軍技術大佐庄司源三、侵略物資をこっそり運ぶことである。ドイツからは20隻以上の U ボートがペナンやシンガポールに入港し、日本からも全部で5隻の潜水艦がヨーロッパに向かった。しかし日本本土に無事帰ったのは伊8号潜水艦ただ1隻である。一般に成功率は 25% と言われていた。敵の目を欺くため昼間は水中に隠れ、時速はわずか 3.7 キロ、夜になると浮かんで水上を走った。乗組員は生野菜がないのでビタミン剤を飲み、炭酸ガスを吐き出さぬよう当直者以外は寝台で寝ているよう命令された。100日間の航海中風呂は1回もなく、1日15分ずつ太陽灯をかけたが結核患者がかなり発生した。赤道付近では艦内は蒸し風呂のようになり、喜望峰の南1100キロを迂回したので流氷原では冷蔵庫に変わった。ベルリン・ティアーガルテンのほとりに今も残る元日本大使館、総大理石の豪華なビルもベルリンの市街戦で荒れ果て、戦後はずっと無人の館である。日本大使館付き武官小島秀夫海軍少将は昭和19年の暮れ、 U ボートで
東京のドイツ大使館付き武官として赴任するケスラー空軍大将に2人の日本士官を一緒に帰国させてほしいと頼んだ。小島秀吉も昭和18年の暮れ、ドイツへ E29 号潜水艦で赴任した人である。ケスラー空軍大将はドイツはもう見込みがないから、ドイツの持ってるあらゆる空軍のいい技術を自分が持って日本へ行って、少しでも日本のお役に立てば日独共同作戦の目的を達せると思うと非常にいい話をしてくれた。私もそれは嬉しかった。そこで私の方から、実は日本海軍が2人の海軍士官を至急解説と言っておるの、しかし私としては、途中危険があると、しかし、ケスラー空軍大将が行かれるならば、これはドイツ海軍としてもいい潜水艦でいい艦長で行動も気をつけてくれるだろうから、まあ、無事につけるだろうと、ここに望みを属して私はケスラーに頼んだが、ケスラーも快くそれを承諾してくれて、それで2人は、ケスラーの一行と一緒に日本に行くことに決めた。南ドイツアルプスに近いウーラッハの町、76歳のケスラー元大将は良心な夫人とともに5年前からこの町で暮らしている。どちらも若い頃日本を訪れたことがある。戦後占領軍の通訳として働き、その後南米のウルガイに渡って貿易事業に携わったが失敗した。故郷は東ドイツなので財産はない。しかしかつては44歳で大将に進級、ドイツ空軍で最も若い将軍であった。Ich persönlich war von war immer der Überzeugung, dass mit der Anbordnahme der beiden japanischen Seeoffiziere wir gleichzeitig die Verpflichtung hatten, die nun sicher, wenn nicht nach Japan oder nach den holländischen Indien, so doch zumindest in irgendeinen neutralen Hafen zu bringen. Das waren wir meiner Ansicht nach den beiden uns lange Jahre verbündeten Kameraden schuldig.庄司源蔵42歳、ジェットエンジン研究のためヨーロッパに5年半滞在、2人の息子の父であった。友永秀夫36歳、潜水艦設計の権威で昭和18年 U180 に乗りドイツへ赴いた、2人の娘の父であった。特攻隊員が毎日死んでいく時代に、この二人は生きて帰るよう命ぜられていた。当時ドイツ空軍は MA-163 ロケット機と MA-262 ターボジェット機を開発し、世界で初めて実戦に使っていた。 B-29 に苦しめられた日本はこの技術を譲り受けたが、その技術情報を運ぶ潜水艦はほとんど撃沈されていた。日本海軍は2人の命よりもむしろ彼らが運ぶ新兵器の完全な図面を待ちわびていた。キールからスカゲラック海峡を目指す現代の U ボートである。U-234 は昭和20年3月24日、庄司智永両氏を乗せ、同じ航路を日本へ向かった。かつてドイツ最大の軍港であったキールは、今では半ば商業港である。ここは横須賀などと違い、アメリカの基地はない。
しかしドイツ海軍は北大西洋条約軍に編入されている。キールの水兵たちは第一次世界大戦の末期、出航命令を拒否して革命を起こした。それが戦争をやめ、カイゼルを倒すきっかけになった。当時からドイツ海軍は Uボートに力を入れていた。今も同様である。しかし第二次大戦中、1160隻もいた Uボートは今では350トン型が11隻で、日本の海上自衛隊とほぼ同じ数である。